でも台風過ぎ去ってこれからより一層秋が深まるみたいな、うん、でしょうね。今の気温が分かんないですけど夏の終わりいや森山直太朗声がすっげーから先はみたいなこと何何の歌今の途中で変わった好きな子守だとマジしちゃう、おどまもんぎりぼんがらぼんがらさきゃおらんどあどこが合っててどこが間違ってて俺もわかんない適当でしょ、うんうんうん、メロディーはなんとかわかりますよ、うんうんうん、だからこういうんで俺この間からずっとまあこれも結構いろんなところで話してるんだけど、うん、夏が終わるなと思うと、うん俺にとって一番楽しかったなって小学校4年生の時の鈴木たけし君っていうね、たけっさんって俺呼んでたんだけど、うんうん、悪童ですよこいつ、うんうん、問題児なんだけど、うん、そいつと急に親友になって過ごした1年間っていうのが、うんうん、特にその夏休みっていうのが俺にとって本当にキラキラした、うん季節で、うん、なんかあいや別に今がどうこうっていうねまたそんな感傷的なあれじゃないんだよ、うんうん、お前みたいにさバカだけど頭おかしいだろお前、ね、バカお前何思ったんだろうないんだけどこんな感傷的な話じゃねえんだよお前みたいにさバカ意味わかんねえよだけどなんかずっとここのとこ思い出しちゃってさ、うん別に竹さんが死んだわけでもなんでもないよ。だけど、どっかでね、俺、ちょっと何年か、もう10年ぐらい前になるかな。なんか、NHK の番組かなんかで、うんうん、そういう、会うみたいなこと、一回会ったことあるんだけど、うんうん、変わってなくてさ、うん、今普通のサラリーマンやってんだけど、うんうん、で俺、6小だったんだよ、第6小学校の子供の時は、子供が多くてね、うんとにかく、六章から最終的には俺が中学行く頃には九章までできましたからね。うん。で、だいたい、一学年九組ぐらいまでありましたから。うんうん、で子供は多かったし、その時ね。うん。で、その竹さんっていうのが、のことをね、よくね、思い出すんですよ、うんで。この間もずっとここ何日か考えてて、うん、あんなことあったな、こんなことあったなって、うん、別にさ、そりゃさ、ほんまなお前みたいなさ、感傷的な感じじゃないんだよ。バカお前。そんな俺感傷的じゃないでしょでもさ、不思議なのはね、うん、小学校3年生の時も同じクラスなんですよ。うんうん、鈴木武史、うんうん。で、その時からそいつは問題児で、うんとにかく悪いことばっかすんの、うんうん、別に喧嘩が強いとかガキ大将とかそういうんじゃないんだよ、うんうん、だけどまあねその悪賢いというか、うんうんうん、なんていうのかなでみんなに意地悪なことをやるの、うんうん、でみんなから嫌われてたんだよ、うんうん、で俺は小学校3年生の時はどっちかというとおとなしい子供で、うんうん要するに、なんていうの、あ、それは、昨日、一昨日ね、うん、日曜日、NHK で、うん、ラジオで、うん、あ、はいはい。ね、やって。昨日ですね、月曜日。あ、月曜か。うん。やって、ね。祝日でしたけどね。うん、やりました。トシちゃんとね、久しぶりに会って。そうですよ。楽しかったね、トシちゃんもね、うん。はい。で、昭和ソングみたいにやったんですけど、うんうん、で、その時にほら、フィンガーファイブの話になって。うんうんうんで、本当に、俺、本当にフィンガーファイブに憧れてたから、アキラに憧れてたから、うん、まあ、地元じゃ負け知らずだったわけですよね。シュージとアキラになってるやつ。フィンガーファイブのアキラ、それシュージとアキラです、うん。で、トンボメガネをね、ね、うんうん、買ってもらって、親に、うんうん。髪の毛長髪にして、はい、女の子と間違えられちゃったりして。で、細くて俺ガリガリ、うんうん、ガリクソンだったから、うん。ガリガリガリクソンはそんなに細くないからね。うんだからそれでおとなしいどっちかというと内向的な子供で、うん、今と違うんですよ全然、うん、だから皆さんのイメージとはね、うん、で誰からも好かれる今と違うとそういう子供だったんですよ小学校3年生の時、はい、でその竹さんっていうのは
本当に親 PTA とかもちょっと問題視されるような、なんかこういろいろやるんだよね、もう何やそんなに子供だったから何がそんなに親が騒いでるのか分かんないかったけど、でクラス3年生のそのクラスでも大半のやつに嫌われてた、竹さんっていうのは。で特に俺と喧嘩してたのよく、っていうのはもうほぼ毎日、あの取っ組み合いの喧嘩なの毎日のように毎日のように、おとなしいのに、おとなしい子なのに、いや竹、竹さんが別の人とって、お前と俺と、俺と、俺と、竹さんは別におとなしくないよ、だお前はおとなしい子でしょ、あ俺はおとなしいっつったって、別に今とそんなにその根本は変わんないから、あのバーカとかそういう言いたくなるわけ、そういうやつ、感傷的だから、え感傷的なやつな、感傷的だ、俺だろうが、俺が感傷的でバーカってさっきから言ってるからでしょ、全然違う、うん、知らないけどだからそういうことをそういうやつをからかったりする、で要するに俺と、まあ言ってみればさ、なんていうのかな、あの一番なんていうの、あの対立する感じ、で他の連中も嫌ってて、ひーくん、たけちゃんと仲悪いからさ、ひーくんちをさ、ひーくんって呼ばれてたわけ、ひーくんちをさ、たけしを追放する会のさ、あの本部にしようぜみたいなことになって、いや俺やだよっつって、俺だってその時から人とそうあんまり群れるのは嫌だったね、だけどなんか知んないけど、もうなんかみんなそういう風になっちゃって、俺嫌だなと思ったら、あのうちになんか集まってさ、子供だから残酷なんだよ考えてることが、ほんで鈴木たけしを追放するみたいな、なんかとはいえ別に集まって何するわけないやってたの、それぐらいのやつで、で小学校3年生の時に俺は第二小学校だったんだけど、そっから子供がどんどん増えてってるから、で第六小学校ちゃんととうとうできたっていうんで、そっちに俺の住んでる地区は、あの4年から第六小学校になったわけですよ、でそしたら竹内さんもそっち来たわけ、でまた同じクラスになった、でそしたらその竹内さんっていうのが、あの一番クラスで頭が良かった児玉くんっていうね、と大親友になったの、ね、であの2人いつも2人でいるの、その2人はね、で児玉くんはクラスの中心人物だから、竹内さんは嫌われてたんだけど、それまで、割とそういう、もう周りも結構児玉くんの友達みたいな感じで、あのなんつうの、児玉くんは二小から来たわけじゃない、二小から来た、もうだけど別のクラスだったから、3年生の時はね、だけど馬があったんだろうね、その辺は何が事情があったんだか分かんないけど、学級委員長やるような、頭もよくてスポーツもできて、だからクラスの中心人物、児玉くんは人気あった、人気者だった、でそれと親友になっちゃったもんだから、竹内さんは、だからあの誰も嫌いみたいなことじゃなくなったの、ところがそれこそ、あ夏休みって1学期の終わり、そうだね、あ、その直前に児玉くんが引っ越しちゃったの、あら、親友、竹内さんの親友だった児玉くんが引っ越しちゃったの、で孤立しちゃったの竹内さんが、でそれまで嫌ってた連中は、その言ってみればヒーローの児玉くんがいなくなったものだから、要は竹内さんのことまたさ、あいつなんだよってことになるわけで、なっちゃうんだ、なんだけど、でも竹内さんも別にさ、そんなの負けん気強いやつだから、で俺はね、別に相変わらずみんなのヒーくんだったの、みんなのヒーくんでね、でほら学芸会とかやるともう俺中心になるからさ、でも本当に、あのオリジナルのお芝居でね、で一番ウケるからさ、で割とまあそこそこ人気も、勉強できないよ、勉強できないスポーツもできないけど、とりあえず人気者で、で本を、ね、国語の授業で、読むのとか上手に読むから、すごいウケるから、でだけど俺と竹内さんは犬猿の仲だったけど、それまでね、
で、あ、小玉くん越しちゃったんだ。俺、小玉くんとも仲良かったから。うん、で、転校し、うん、してっちゃったんだよね、小玉くんが。ほいで、小玉くんと小杉さんと付き合ってたんだけど、まあ、それとでもいい。なんだよ、なんだよ、小杉さん。小杉さんはクラスのマドンナです。そうなの？うん。今で言う石田ゆり子さんみたいな感じ。今で言う、まあまあ石田ゆり子さんね。こうちょっと、はい。細く、なんていうの、白い、うん、人みたいな感じ。白い。あの、色白で、はいはいはい、はい。あの、なんていうのかな。うん、そういう感じの人、はい、うん、で、みんな好きで。うん、だけど、小玉くんが一番、うん、だって給食の時にさ、うん、ストローのさ、袋をさ、うん、あの、二つつなげてさ、うん、あの、机向かい同士にしてさ、うん、片っぽをさ、その小杉さんとこ行って、片っぽの端をさ、小玉くんのところにつないでたんだぜ。うん、伝えて、誰が自分たちが。自分たち。自分たち。そう。もう公認みたいな感じ。そうなのね、うん。すごいね。小学校3年、4年ぐらいでしょ、うん、?4 年ぐらいか、うん。すごいね。すげえなと思ったね、うん。で、そしたら、小学校4ね。うん、で、小学校4年になっていなくなっちゃったの、うんうんうん、で夏休み入ったんだよ、うんうん、したらさ、ある日俺がこう家にいたら、あの、太田くん、うん、遊ぼうって声聞こえてね、もう昭和のね、必ずそれがあったからね、昔はね。で誰かなと思ったら竹津さんが立ってたんだよね、うん、おお、何こいつと思ったんだよね、うん、だって散々俺とさ、ね、殴り合いみたいなこと知ってたんだよ、うん、小学校さ、うん、あ、だって掃除の時間に俺はほうき持って、竹津はモップ持って振り回して、うん、で、そのモップが俺のすねにさ、うん、モップの金具のとこが思いっきり当たってさ、うん、取っ組み合いの喧嘩になってさ、うん、っていうぐらいなんだよ。はい、そんな、で、俺、うん、その、竹津さんをこう、追放する会の、うん、本部だからね。本部の家の人だったんだよ。うん、だけど、太田くん遊ぼうって言ったら、いるからさ、なんだ、こいつ何しに来たんだろうと思ったの。うんうん、なんで来たのか未だにわかんないんだけど、うん、で、俺もでもほら、夏休みだしさ、うん、別に暇してたし、うんうんうん、いいよ、みたいな感じになるわけだよ。うんうん、はいはいはい。で、二人でさ、気まずいっていうかさ、なんかこいつと遊ぶの変だなと思いながらも、竹津さんっていうのが結構、まあ変わってたんだね。うん、で、二人で自転車二人乗りして、ダ、うん、ーっといろんなとこ行くんだけど、うん、田んぼの方行ったり、うん、あるいは雑居ビルの中入り込んだり、うん、まあ悪いんだよ、とにかく。うん、で、その竹津さんってすっごい社交的だから、うん、俺なんかおとなしかったから、うん、例えばね、よく行ったのは、キャバレーロンドンって当時あって、うん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 、上福岡にもあったんだよ、うん。で、それがさ、夕方ぐらいになるとさ、うん、で、夏だからまだ冷房ない、うん、あの時代、うん。あの時代ね。ね、うん、で、銀行に涼みに二人で行ったりとか、うんうんうん、いろいろやったの。はい。ほいで、なんで欲しいんだけどさ、キャバレーの入って雑居ビル、うんうん、そこにさ、竹津さんがこっちでここの上にさ、うん、あれキャバレーがあるからさ、うんうん、キャバレーっていう言ったかどうかわかんないけど、うんうん、5階とか押すと、うん、そう店があんだよ、うん、そこにさ、あのバーテンの人がさ、うん、もうさ店を開くさ、はいはいはい、あの準備してんだよね、うんうん、で竹津さんがさ、おじちゃんおじちゃんとか言ってさ、うん、すごいね入ってくんだよすごいねそうなんだよ、うん、で、氷水ちょうだいとか言って、うん、で、お、来たのとか言って、うんうん、で、俺の分と竹津さんの分二つ、うん、氷水出してくれんの、うん、そこで、うん、あの頃の夏のさ、はい、暑い盛りのさ、うん、冷房がない時のさ、うん、外でさ、うん、歩き回ってさ、うん、もう日焼けしてさ、はいはい、田んぼ行ったりなんだしてる時にさ、うんうん、もうさ喉カラカラになる、金はないしさ、そうよ、その時のさ、あの氷水のうまさって言ったらないじゃん。うん、まあ、想像できるね、それはね。ね、うん、で、そこで一杯氷水飲んで、ああ、うん、また遊び行くんだよ、うん。で、今度声優の屋上の方にさ、うん、当時ゲームセンターがあって、うんうんうん、ゲームセンターって言ったらまだインベーダーゲームも出ない頃だから、出ないからね、からピンボールとかああいうやつがあって、ああ
で、そこ行ってさ、うん、ゲーム台の下に覗くとさ、うん、大抵10円とかさ、落ちてんだよ。落ちてるね。それを二人でさ、まあ、竹津とか知ってんだ、またそういうのね。うん、で、二人で拾ってさ、うん、やってんだよ、うん。で、ゲームして遊んでたりなんかしたさ、そこのゲームセンターのババアがいいんだよ。うん、そいつがさ、こらーって来んだよ。うんうん、これって、そんな取っちゃダメとか言って、うん。だってこれ落ちてるやつじゃんって、竹内さんもさ、うん、平気でさ、うん、落ちてんだからいいだろとかなんか言うわけ。うんうん、で、俺はさ、こんな大人に、と思ってるわけ。うんうん、ダメとか言って、うん、でそのババアに蹴散らされてさ、うん、バーっと隅の方で見てたら、ババアがなんか変な、そういう、うん、ゲームの下に落ちてる小銭をさ、うんうん取る特殊な棒みたいな自分で作ってさ作ってあなんかマグネットだかなんだかしないけど、はいはい、取ってんだよ あのババも猫ババじゃねえかと思いながらさね恐ろしいじゃねえそれまあそれはそういうもんその店のもんなんだろうけどでとにかく前そっから一日遊んだら、うん、本当に馬があってびっくりするぐらい、うん、こんな楽しいのかと思って、うんうんうん、そっから夏休み中、毎日だよ、うん。とにかく毎日、遊ぶようになって、うん、もう本当に、朝、そうだね、10時ぐらいから、竹津さんが迎えに来て、わ、うん、行こうぜ、今日どこ行く、うん、みたいな感じで、うん、遊ぶようになったの、うん。で、そっから本当にね、ほいで、言ってみれば、いつも一緒、二、うん、人で、うん。で、まあ悪いことしまく、うん、とにかく、くだらなかったのは、しょんべん貯めようぜ、つって。竹津さんの家にね、うん、一升瓶のね、うん、なんか空き瓶みたいなのがあって、そこに俺しょんべん貯めてるんだっつから、うんうん。子供がやりそうなことだけどね。だから、うん、ここに、だからね、ひいくんもね、うん、おしっこしたくなったらね、うん、行って、つって、うん、ここに してね、二人でね、うんうん、そういう友情の証としてね。一升瓶のね、中にね、汚いよ、うん、それもう、うん、臭いしさ、ね、そね掘ってね土の中埋めてあるのああそれ取り出してああそこにしょんべんするの二人で衛生的にどうなんだって話だよねでこう埋めるのまたああでそういうのやったりとか、うん、あとパチンコ屋、うん、パチンコ屋入ってガキだよ、うん、小4だからね、うん、で弾落ちてんじゃん、うんうんうん、それをさ二人で拾ってさ、うんうんこう、打ったって出やしないけど、うん、それでずっとこう、冷房も効いてるし、なんてさ、うんうん。したらさ、やっぱ店員にさ、見つかるとやばいんだよ。まあまあ、それはそうだね。子供は入っちゃいけないってことだ。うん、ね。そしたらさ、見つかんないようにな、うん、竹津さんに言われて。うん、で、俺こう、さ、店員が見舞いに来てさ、パッと隠れたんだよ。うん、竹津さん捕まっちゃってさ、うん、ね。ほいでさ、あ、捕まったと思って、俺どうしようと思って、でこうやって台のそっからこう見て、うん、様子伺ってたらさ、うん、奥連れてかれちゃってさって言ってたんですよ。ほいでさマイクあるんじゃない、うん、パチンコじゃんじゃんバリバリってねじゃんバリバリって、ねうん、それがさ、うん、もう一人いるの分かってる言うわけ店員が武器捨てて出てもう一人いるの分かってるぞとか早く出てこいとか言ってもう一人友達捕まってんだからなとか言ってさ俺はもうさ、うん、怖くてさ、いやー怖いね。うん。したらさ、パチンコ打ってる親父がさ、おう、呼んでるぞって言うんだよ、俺に。でも、いろいろ嫌だ、嫌だって。して言って、早く出てこいとか言って、またその店員もさ、なんか気が荒いというかさ、出てこい友達を犠牲にするのか、お前はとか言ってんの。絶対出るもんかって思うじゃん、こっちはさ。怖いね。ね、うん、そしたらしばらくしたらさ、うん、ヒーコーンマイク竹津さん。竹津さんが、ヒーコーン出てこいよ俺捕まっちゃったよ早く出てきてーとか言って。で、二人、しょうがないから出てくる。さ、店の裏連れてかれてさ、店員にさ、もうバッコーンって頭殴られてさ、お前ら行かれそうこの野郎とかって言われて、親に言うぞとか言って。住所教えろってからさ、でたらめ教えて、バーって逃げて二人で。で、そういうのもまた楽しくて。まあまあね。
で、あともう、110番電話して、パトカー呼び出したり、うん、で、また逃げた。もう悪いことばっかり、とにかくね。で、近くに、あの、中学あって、その時、うん、荒れてたんだよ、うん。日中、後に我々行くんだけど、そこスケバンの、うん、がいっぱいいて、うん、で、そこ行くんだよ、タケッツさん、うん。もうとにかく人見知りしないから、タケッツさんって。すごいよね。で、学校帰りとか、通学路一緒になるから、隣だから。うんうん、そうさ、ブースとか言って、その、スケバンにさ、いるんだよ、また。そうすると、あ何とか言って、言って、で、スケバンがさ、面白がって、こっちおいでとかって、うん、それで仲良くなったスケバンがいるのね。うんうん、で、それが、中学の学園祭の時に、うん、遊びに行ったら、うんうんサボってて、うん、プレハブのところで、うん、なんか心霊の写真みたいなのになって見て、心霊写真見て、学園祭なんかつまんないからさ、うん、とか言って、うん、ね。で、竹内さんがさ、うん、どれ見せて見せて、なんて、うん、平気でさ、入ってくんだよ。タバコ吸ってんだよ、そのスケバンが。うん、で、俺らも吸ったりなんかして、うん、で、警報したりする、うん。で、そのスケバンにさ、男の子はさ、うん、大きくなったらさ、おちんちんの先からカルピス出るの知ってるの？クソだー出るわけないじゃん出るんだよスケバン。なのスケバンね。そういうのとかあったり。ほんで、俺と竹内さん好きな子一緒だったのね。あ、そうなんだ。美和ちゃんっていう子、うん、一緒だ。かわいい子なんだよ。で、俺が隣の席だったの。竹内さんが前、うんうん、俺の前で。ほいで、竹内さんの隣には、うん、そのミヤちゃんの親友。うんうん、だから、俺と竹内さん親友で、ミ、う、ヤ、ん、ちゃんとその子、うんうん、ね、うん、ところが、その親友の女の子ってクラスのリーダーみたいなあれで、うんうん、ちょっと、ゴリラに似てたんだよ。ミヤちゃんは可愛いんだけど。ちょっとって何よ。ちょっとゴリラに似てたの。で、まあ、当時、ほら、ルッキズムなんかないから。うん、うん、まあまあね。小学生。小学生なんか。まあ、そりゃそうだね。で、俺らは、だから、仲良かったんだけど、4人で、うんうん。だけど、その、リーダーみたいな女の子のことは、うんうんうん、俺と竹田の間では、一人で頑張るチビゴリラってあだ名で呼んでたの。で、その、ミアちゃんのことは大好きで、うん、どうしようどうしようなんて言ってて。うんで、クラスでさ、で遊んでてさ、こう、二、うん、人でさ、うん、その子のところ行くとさ、うん、その、チビゴリラの子っていう、うん、俺らが呼んでる子が中心になってるわけ。うんうんうん、で、学芸会でやると、うん、当時ベルバラとか流行ってるもんだからさ、うんうんうん、だからさ、必ずお姫様のやるわけ、うん、そういうの。うんうん、ね。そう、必ずお姫様の役がそのチビゴリラなんだよ。うん、でさ、中心だからね、さ、ミワちゃんはさ、しもべみたいな役やらせて。さ、あれ違うだろ、みたいな。俺と竹内さん言ってて。一人で頑張るチビゴリラがおかしいだろ、あれ。お姫様ってだよ、とかなんか言ってて。で、竹内さんがさ、ある日休み時間にさ、うん、そのミワちゃんのとこにバーって行ってさ、うんバンって唇のところにさ、ミヤちゃんの口のところにさ、うん、自分の手パンって当ててさ、ダーって走って、何すんのよとか言ってんだよ。ダーって走って、キス持ってきたキス持ってきた俺ら、廊下に逃げながら、二人、俺、竹津さんまでいいよ、自分の手だよ。俺、竹津さんの手に自分のキスして、関節キスとかって。子供だよね。子供だよね。それで、やってたの。うんそれで、そのうち、何その、美和ちゃんの家が分かってるからさ、うんうん、そこに今度さ、こう行ってさ、うん、昼間、うん。で、おばさんが外で掃除してんだけどさ、うん、ドアが開いてたんだよ。うん、で、上だろうと思って、美和ちゃんの勉強部屋。うんうんうん、ダーって、おばさんの見ない隙に、ダーって上がってって、入って土足で。土足でそうだよ。だって、もう逃げるなきゃいけないから。どうやって来て、それで、なんとかっつって言ってさ、うん、呼んだらさ、うん、何してんのあんたたちって言われて、うん、うわーって逃げたり、そういうのやってたの。ね。ほいで、ある時、放課後に4人だけになったんだよ、その、うん、はいはい、チビゴリラ。チビゴリラって呼んでる子と、ミワちゃんと俺、うんうん。で、じゃあみんなで好きな人を、うん、告白し合おう。ね。はいはい。言って、うん、で、一人一人、
書いたの、うん、で俺も竹内さんもみやちゃん書くじゃん、うんうん、でちびごろは誰書いたんだかもう忘れちゃったけど、うん、こう男の子と女の子で、うん、せーので交換したの、うん、で二人でこう開けてさ、うん、したら向こうにはさ俺も竹内さんもさみやちゃんのこと書いてあるわけだよ、うん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 、でこっちは俺らのことは書いてなかったんだけど、うん、そしたらさ、みやちゃんがさ、うん、恥ずかしかったのかなんかしないけど、うんうん、ちょっと、いい加減しよとか言って、俺らのこと追いかけてきたの。で、わーって俺らは二人ともさ、逃げてさ、みやちゃんが後から追っかけてくる。教室中、ぐる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 待て、すごい楽しかったの、それが。ずーっと、わーってやってたんだけど。あとからよく考えてさ、そのちびごろで一人でさ、その、あの時さ、ずーっと机にの前に座ってさ、じーっとしてたんだよ。いや、それはそう、やることないからね。そこではやることないからな。そう。そういうのがあったり。で、問題になったの、俺らのことが。うんうん、学級会で、うんうん。で、あの二人は一緒にいるとね、ろくなことないと。うんうんうん、で、あの時俺を言われて本当に嫌だったのは、ひーくんはね、うん、3年生の時はね、うん、もっといい子だったはずなのに、うんうんあの鈴木くんとね付き合うようになってからね、うん、どんどん悪くなってる、うん、同級生がだよ、うん、学級会で言うんだよ、うんはいはい、でもすごい嫌でそう言われるのが、うん、うちの親とか別に全然竹内さんのこと大好き で、うん、であなんだけど同級生がそう言うわけ、うん、だからもう友達辞めた方がいいと思いますみたいなことを言う、うん、で竹内さんもいるんだよそこに、うん、で言うからさ、うん、もうすごい嫌で、うん、で好きな人同士でやると、俺と竹内さんとはいつも隣同士で座っちゃうから。うんうん、したらさ、ひどいんだよ。うん、クラス、あの二人を一緒にいさせると、ひーくんにも良くないし、うん、で、先生が、うん、あの二人、その、君たちは、離れ離れになりなさい、つって。うん、で、うん、俺を、一番優等生の福田くんとは言ったんだけど、うんうん、まあ勉強もできて学級員やってる。うんうん、その子と俺の席を交換しようってことになった。はいはいはい。したらさ、竹さんのいるグループじゃん、あの当時って、うんうん。よくね、ね。半分けみたいな、ね。半分けみたいな。それでさ、竹さんのいるグループの、要するに、だから、福田くんが来る、うん、俺の代わりに来る、うん、はいはいはい。グループの連中はすっげえガッツポーズで喜んだの。やったーとか言って、俺がいなくなるもんだから。それで、俺が行った先のグループのやつら、4人ぐらいいたけど、泣いてんだよ。ひどいと思う。すげえショック。こっちはゲラゲラ笑ってたけど、なのもね。そんなことを思い出してさ、席替えやって、うん。で、夏休みに、ずーっと声優の前で、ラムネを売ってるお兄ちゃんがいたのよ。うん、で、それを、また竹内さんがさ、うん、ラムネやらしてよ、つって、うん、ラムネってポンってやるとさ、うんうんうん、あれやりたくて、はいはいはい、で、ビー玉落とすやつ、うんうん。で、ああやって売ってんだよ。うんで、ちょっとハーフのお兄さんだったね、うんうんうん、その人が。で、手伝っていいって竹津が言ったからさ、うんうん、お、いいよっつって、うん、で、毎日そこでラムネ、うんうん、まず、朝そこでラムネで、パーンってやって、うん、子供二人で手伝って、うんうん、で、やると、必ずご褒美に一個ラムネくれんだよ。はいはいはい。だから、それで毎日そこ行って。うんうん、で、その後いろいろキャバレー行ったり。豪遊だ。豪遊だ。とにかく自転車二人乗って、まあ、ほぼ行って、生まれたての猫をね、家で飼っちゃいけないって言われたおじいさんがさ、段ボールにさ、森に捨てに行こうとしてんのさ、出くわして。昔話みたいな話だ。そういうのやってたりなんかして、やってたんだけど、本当に未だに思い出すのは、その夏休み最後の日、竹内さんと二人で朝、俺ん家来て、今日が最後だな、夏休みな、って言っててさ、ほんでさ、今日さ、ラムネ売んのめんどくさくねってことになったわけ。で、そのお兄さんともよく話したの。そのお兄さんは、実は留学生だった。はいはいはい。で、アメリカから来てて、
で本当にこの夏休みが終わったらまたアメリカに帰るんだって、うん、だ日本語ペラペラなんだよ、うんうん、だけど帰っちゃうんだ、だから明日が最後だねなんて言ってたんだけど、うんうん、そのまた子供って残酷でさ夏休み最後さあのお兄ちゃんに捕まったらさ、うん、ずっとラムネ売らされるぜみたいな好きで言ってたんだよ最初は。でお兄ちゃんは最後の別れを惜しみたいと思ったんだけど、俺らはどうしようと思って見つかったらと思って、うんうん、だったらそこ通んなきゃいいのに、うん、自転車二人乗りして、うん、バーッと行って声優の前差し掛かってさ、うんうんうん、そこをさ全速力で通り抜けさ、お兄ちゃんと俺後ろに乗ってたんだけど、目が合ったらさ、お兄ちゃんがさあーって言ったら俺らが全速力で通り過ぎるからさ、あーってそのまんまさ寂しそうな顔でずーっと見つめてんだよ、あの目が未だに忘れられない、忘れられないだろそれは、うん、かわいい、それが夏休みの最後、思い出したね。何の話をしてんのよ。さあ、メールテーマは夏休みの思い出。昔のでもいい、ね。昔のでもいいですし、今年のでも構いません。では、竹内さん元気しますでしょうか。井上陽水で少年時代。夏休み風あざみ、誰の憧れにさまよう。青空に残された私の心は夏模様、夢が覚め夜の中、長い冬が窓を閉じて呼びかけたままで、夢はつまり思い出の後先、夏祭り酔いかがり、胸の高鳴りに合わせて、8月は夢花火、私の心は夏模様、私の心は夏模様。